小木原杉晴と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます私も一応、ロングボーダーの端くれとして、はい、えー、楽しんではいるんですけども、もう私からすると、もう二人は神様みたいな存在ですんで、<laughs> 今日はあの、聞きたいことを、 たくさんありますんで、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、早速ですが、まずは、浜瀬海選手、吉川弘香選手、グランドチャンピオン獲得、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。海さん、はいえー、このグラちゃんを取った、えー、感想を教えてください。グラちゃんは嬉しいですね。やっぱ3回目で決めれたんで、えー、嬉しい。 えー、17年と18年もグランチャン取って、今回3回目と、はい、えー、いうことになりました。えー、そして、えー、吉川さんわ。私、あの、広ロさんでいいですかんでも。んでもいいんですかなんでも大丈夫です。ピロタンはい。俺もピロタン <laughs> あ、かさんなね。カイさんて言うのピロタンって言うの。ピロタン。えー、じゃあ、あの、 広ロさんか、えー、気分が高揚したときはピロタンで呼ばせていただきますけども、ヒロカさんは、えー、3年ぶり5回目のグラチャンということでしたけれども、今、どんなお気持ちでしょうかすごく嬉しいです。史上最多ということになりますね。そうですね、ロングボードの女性では最多だと思います。うんうん、そういういことになりりまますね、はいえー、記録を作りました 新たな一ページを。<laughs> そうですね。あの五回は自分の中で一つこう区切りというか目標にしていた、うん、あの回数だったので、今年それが獲得できてすごくホッとしたような感じをしています。あのちょっと話戻ってしまいますが、はいえー、今日はこういうインタビューの時間なんですけれども、えー、おお二人はなんかこういうこういうのってど,どうですか。あのちょっとこう好き苦手。 嫌いとかかいいろろあるかもしれません甲斐さん。ん苦手です。そなことなないいじゃないですか <laughs> いや。本当に苦手ですそうですか、はい、まあでもほら甲斐さんともなれば、はい、こういうそのお話のシーンー結構増えてくるじゃないですかそうですねでもまだなれないですね、うん、しかも今ねあのスクールでお忙しいかと思いますけど、はい、先生ともなるとほら 喋らないわけにいかないから。そうですね。毎日いろんな人と喋ってるんですけど、やっぱこう、うん、改めてこういう場所に来ると、恥ずかしいな、みたいな、苦手意識がこう、出ますね。ちょっとこうね、スタジオの雰囲気で、はい、って。カメラもあるんで。うん、特別かもしれませんけども。はい。ピロタンはもうね、<laughs> <laughs> そんなにあの、こう、大騒ぎしたりするようなタイプではないので、ええ ちょっと緊張はしてるんですけど、うん、あのこういった機会をあの設けてもらえることはなかなかないですし、はい、あのすごい方にこうインタビューされるっていうのも <laughs> 本当にう嬉しいと思いますだってあのひろかさんほら普段ご自身であのピラタンチャンネルやってるから <laughs> 私もかいくも一応あの YouTube のチャンネルは持っていて、うん、頑張ってますあのえっと自分でスマホかなんかで撮ってるんですかそうですね 誰かかに撮っっててもらってるとかそういうパターンもありますけど、うん、最近は基本的にフリーサーフィンをこう、うん、YouTube で発信してあの、まあ、ロングボードのプロではあるんですけど、うん、こうロングボードだけじゃなくていろんな波乗りの楽しみ方があるよっていうのを YouTube で発信してこういろんな波乗りの楽しみを知ってもらいたいなっていう思いでやってます。じゃあ今日はあのピロタンンチャンネル カイさんのチャンネルを撮っているかのような雰囲気で、はい <laughs> あの、リラックスした感じで、はい、あのやりましょう。わかりました。ちょっとサーフィンの話に戻りますが、えー、カイさん、あのお22年の,そのグラちゃん、うんえー、もう快進撃でした。開幕から3連勝。はい、この活躍の要因はご自身で分析すると何だと思いますか うーん何ですかね、やっぱあのい初戦優勝して、うん、2>, あの2戦目優勝してた時にもう、前線優勝してやるみたいな,こうなんか、なんていうんですかね、勝ちたいのがこう芽生えてきたっていうか、前線優勝してやるみたいなのがちょうど2戦目ぐらいで出てきた感じですね。うん<は>でもあのー サーフィンってやっぱりその自然相手のスポーツですから自分のそのモチベーションが高くても思い通りにならないことも多いと思うんですけどす今シーズンは結構調子よくてあのいい感じでこう自分の波を見つけられたっていうかサイクルはうまく合わせられた方なのかなとは思います。 海さんの,そのなんかメンタルと波がマッチしたもありますね、はい、でも最終戦はちょっとマッチしなかったんですけど最終戦 <laughs> まさかインターフェアっていうまさかのあの本当にみんなに聞かれたんですけどどうしちゃったのみたいな <laughs> 人間だったねとも言われました最後 <laughs> 生徒に周りの皆さんからも言われるし多分ご自身も一番驚いたんだよね、はい、そうですね 俺がやっちゃったのかみたいな、うん、そんな感じはありました。うん、まさかと思いましたけどやっちゃいました。で広川、えー、さん、えーはい、そのグラチャンを取れたなんかこう理由というか自分で考えてみると何だったんでしょう。今年はあのすごくラッキーで取れたのかなっていうのは思います。ラッキーだけで取れるんですか。そうですね。 今までこうグラウンドチャンピオンを取ってきた中で一番優勝の数も少ないですし本当にあのもうすごい勝ち切ったというよりかはなんかギリギリのところでラッキーが重なってあのグラウンドチャンピオンを取れたのかなっていうのはありますまあでもその安定した強さっていうのもやっぱりこのツアーでは必要ですよね、はい、そういうところでは その安定感っていうのは光りました、ね、そうですねあの変にこう転んだりすることも少なくなってきてしっかりこう波を待って、うん、そのヒートのいい波を乗るように心がけていたんですけど、うん、それが今年はできたかなと思います。女子のロングというといつもあの夏美さん田岡夏美さんとのツートップでね優勝争いっていうところでしたけども。 夏実さんも結構良かったですよね。はい。なんかそういうあの試合のたびにその夏実さんを意識するんですか。それともなんか、うん、まあ、ロングの仲間みたいなそういう感じなんですか。なんかその日のあのコンテストでコンテストの波をどうやって乗っているのかなっていうのはすごく参考にさせてもらっていて、うん、もちろん海君のライディングも。 すごくあの見させてもらってもう同じようには全然できないんですけど、うん、あそこから乗るんだとかすごいいろいろ試合前に見てます改めてあのピロタンから見た甲斐さんの <laughs>、えー、す好きなところっていうか甲斐さんのサーフィンってうんなんかもうすごすぎてちょっと全然ここ格が違うぐのチャンピオンかなと思うんですけど。<laughs> なんかパーフェクトなやっぱラインをもうミスせずにそこに行ってほしいっていうみんなが思っている通りにこう動いてしてくれるんで,でたまにその自分たちの想像を超えてくるライディングをするのがすごく楽しいです見て見て海さんから見たピロタンのライディングは綺麗ですよねあの女性らしいサーフィンといいますか,なんかこう見ててこう楽しいサーフィン。 素人の私でもいつもそれ、<laughs> あの広岡さんのサーフィン、いつも思います<ー>でもカイさんプ、プロの方から見てもやっぱそうなんだはい綺麗だと思います、うん、でスタイルもあってこう、その中でもちゃんとしっかりこう難易度の高い技をしてきたり、そのスタイルの中に難易度の高い技を入れれるのがすごいなとは思います。いすいこええこちらこそ <laughs> <laughs> だからねあの甲斐さんがおっしゃるようにその広カさんのライディングってすごいこう女性らしいしなやかなライディングじゃないですか,、うんはい、かあんまりこういうことを言うとちょっとこうあの撮影あの映像で使いづらいかもしれないし <laughs> あのこう見方によってはセクハラって言われるかもしれないけどやっぱりあの広カさんのあのライディングはそのご自身のテクニックはもちろんなんですけど広ロさんのこうな,なんかこう。 なんかス,スタイル、はい、えといわゆる体型とか、うん、そういうことも含まれてるのかなっていう感じが僕会社さするんですよそうだと思いますはいそれは一番あると思いますねうん、うん、スタイルの部分で言うとそこは大きいのかなとは思いますうんはいやっぱねか体もこうスッとしたところがねやっぱり美しく見える、うん、<laughs> ありがとうございますでえっ、ー、とまあこれ僕のね一ロングボードファンの勝手な意見ですけどあのー えー、女子のツートップ。その、ヒロさんと、えー、夏美さんを、僕自身が表現すると、あのー、ヒロさんは、女性ら、女性らしいライディング。レディ。夏美さんは、ガールって感じ。うん。母さん、これ違いますか、うん、いや、合ってると思います。僕はね、そういう風に見てるんですよ。はい。ヒロ、うん、さん、どうでしょう そうなんですね。ちょっと自分からあんまり見ないので、自分のことを。<laughs> あのね、それをぜひあの皆さん意識して、うん、えお二人のライディングを見てみてください。<laughs> そう。あのピロタンはこうね、レディーですね。<laughs> で、えー、夏美さんはこう割とこう手の動きとか <laughs> <ー>特徴あるじですか。キャッキャーみたいな感じ、ね、の、なんかこう、えー、はつらつとしたガールみたいなライディングかなと思って。 ああ、よかった。カイさんが共感してくれたからよかった。<laughs> 共感しました。何言ってんだ、おいあらとか思われたら。<laughs> <ー>僕はあのいつもそういうふうにあのすごくあの拝見してるし、はい、やっぱり、あのー、なんだろう。まあ、これも僕の勝手な意見ですけど、広ロさんのライディングとロングボードが合ってる。うん、ロングボードを生かしきってる。<laughs> そうういん,なんかロングボードは結構静かな時の部分が多くって、うん、こうショートボードだと常に体も動き続けているしずっとこう動きがある中で波も動いているしサーファーも動いているしっていう中でサーフィンをするんですけどロングボードは動いている波の中でいかに静かでいられるかっていうのが,が自分の中で いかに力を抜けるかみたいなのをすごく大切にしていてあのずっとシングルフィンをずっと乗り続けてこの最近世界のこのブームがもうシングルフィンになりなってきているのでだからそれはすごくいいこう自分にとっていい時代が来ているのかなとは思いますけどうん最近僕 そろそろ新しい板、次はスタビもつけようかななんて思ってたんですが、シングルにします <laughs> シングルがいいと思います。まあ、まずスタビとか言ってる時点でもうクソ生意気なんですけどね。まずもうそんなね、<laughs> 僕なんかの技術やもね、あの、フィンなん、<laughs> フィンの形だなとか長さでもうどうでもいい。まずライディングをしっかり。あの、静かなライディングしたことないですよ。もう無駄なパドリングから始まって、 ガッチャ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 なんかあれ、キョロキョロして、いつかその静かなライディングを僕も目指してみたいと思いますが、えそして今、そのライディングのお話といえばですね、僕、海産のライディングも好きなんだよななんて言うんでしょうかね。僕が思う海産のライディングは、波の上のフィロソフィア、哲学者。哲学者。 そうですねどうでしょう自分ではあんま分かんないですけど私はどう感じですかわ、ね、分かるでしょうはい、うん、なんかねそういう感じあのね何ていうのかなえっととても上品で、えー、格式があってジェントリーでクラシカル、うんうん、そういう感じありがとうございますそういうのはご自身では意識するんですか うーんなるべくこう、なんて言うんだろう、そのピロタンも言ってましたけど、う静かにっていうのは一番あって、ロングボードは。で、この流れの中で、かっこよくこう、静かに、あんまガチャガチャしないで乗るっていうのは、いつも意識してます。はい、あのー、少し前結構ロングも、 こういうあの動く板でもうマニューバーみたいな時代があったじゃないですか今はもうまたちょっと違うんですかそうですねあの自分もこう最初は動かすようなロングボードから入ったんですけど徐々にこうやっぱノーズライディングするにはこうそういうスタビジャだとこう回っちゃうんですよねフィ<ー>ンが、うん、ヘリコプターみたいになっちゃうんででこのノーズライディングの 究極性を求めるとやっぱシングルフィンの方がフィンがでかいからこう波の一番力があるとこでも耐えれてあのより深いとこでできるっていうのがシングルフィンの良さなのかなと思います、はい、特にあのカイさんもともとショートのご出身ですから、はい、やっぱりこう板っていうのは動かして難ぼみたいな時もあったんですかありましたあの最初の方の ジャッジクライテリアも動かすのにも点数がついてたので、そうですね。動かしてました。今またちょっとね、時代がじゃあそのクラシカルな乗り方の方にいってんのかもしれませんけど、うん、あの、ピロタンは、その逆に、そう、動かす、板を動かすサーフィンっていうのは普段するんですか 私はあのショートボードもツインフィンとか、うん、ミッドレングスとかも本当に大好きなので、えー、もう今のこのオフシーズンは、うん、ほとんどロングに乗ってないですあそうなんですか <laughs> そうなん、はい。えっとどのぐらいまで短いの乗るんですか最近昨日乗ったのは、うん、5:4のツインフィンですへえ<ー> <laughs> そうなんですかえー、っとちょっと厚めに削ってるとか 幅は20インチはあるんですけど、うん、そんなにボリュームもないですね。あのまあ、僕も、えー、生意気ですけどた、たまに5点ぐらいの短いのに乗るんですけど、あれもまたあれ楽しいですね。楽し,楽しい。楽しい。だから、あの僕はあの本当にあのペラペラの ショートは乗ったことないし、多分あの全く乗れないと思うんですけど、あのやっぱりロングボーダーって、ロングも楽しめるし、その短いクラシックボードも楽しめるっていうか、うん、なんか結構得してるような気分でいるんですけど、うん、カイさんどうですかそうですね、いろんなこう板乗れるのはすごいいいと思います。はい。ピロタンどうでしょうもちろんいいと思います。うん 楽しいですよね。楽しいでいろいろこう、なんか車に、長いの短いの積んで今日どうしようかな、みたいな、うんうん。あの、同じ日にね、はい、あの板違い変えたって面白いし。そうですね。で、えー、そのお二人にですね、えー、サーフボード相棒について、えー、伺いたいと思うんですけど、はい、あの、海さんがあ普段、えー、コンテストで乗ってる板のスペックはどんなですか基本、ナインスリー 9, で、 幅が23と1 8分の1、うん、でで厚さが3ですこれオーバーフローじゃないですか、えー、かなりオーバーフローなんですよね、うん、結構体重ある人とかが乗るようなボードに自分は乗ってる感じですね、うん、なんかどちらかっていうとこう、えー、結構滑るような板が好きで走ってくれるようなで,うでそのスペックにしてありますあえて あえて、はい。んなんかあの、おその、えー、シェイパーの方に、えー、ここはこうしてくれみたいな、そのこだわりポイントみたいなあるんですかは、えっ、ー、と、毎回言います。新しい板をオーダーするときには。えっと、はい、最近オーダーしたこだわりポイント最近オーダーしたこだわりポイントは、まあ例年と同じようなボードも作りつつ、新しいモデルも試していきたいから、 新しいの新しいので、ここをこうしてほしいとか言って、全くなんか違う形の一本作りました。僕何、何かで見たときに、海さんのボードのテール幅が割と広めない板なんかもあったかなそうですね。ピロタンもそうなんですけど、テール幅が広い板がこう主流っていうか、うね、結構乗ってる人が多くて。えー あのノーズの時の安定性と乗ってる時の安定性がいいですねあのテールが幅があった方がはいえー、ピロタンの板のスペックはえっと私のボードは基本9-4です、はい、あそうなんですかはいのシングルフィンで幅と厚みはもう全然わからないですお父様にお任せ <laughs> はい父があの シェイプをしてててくれいそうです、はい、<laughs> ボードのコンセプトとかこのボードはどこで使いたいとか、うん、どういう波で乗りたいとかそういう希望を出して、うん、テールの形を変えてみたりちょっとスペックを変えて、うん、基本的にこうショートボードのようにこうマシンシェイプでほとんど同じ形というよりかは、うん、もう一つ一つコンセプトが違くて。 そう試合の時にどのボードで行こうかなっていうのを毎回考えていくようなスタイルでやってます、うん、僕ね、ここのすごくサーフィンの好きなところなんですけどもねお父様がピロタンの板削ってるじゃないですか、うん、でまたあのカイさんの知り合いの方が板を削ってるじゃないですか、はい、じゃあ例えば他のスポーツ見てください フェデラー選手のテニスラケット、うん、お父さんが削ってないですよね。はい、あ。ワールドカップで活躍してるサッカー選手の靴、お父さん作ってないですよね。私が当時使っていたスキーの板、お父さん削ってません。はい、あ。でもやっぱりサーフィンって、そのお父さんが削ってる、うん、友達が削ってるっていう手作りじゃないですか。かそういうところね、すごく好きなんですよ。そうですね。カイさんどうですか いや、そう思います。あの、特にピロタンの場合はお父さんにこうシェイプしてもらえるなんかも最高だと思います。もう家にシェイプルームがあるから。かっこいい。かっこいいと思って、憧れますね。<laughs> しかもだってお父さんの気持ちになっていてくださいよ。<laughs> ピロタン、次こそはなぁつってこうやって、ピロタンってこうやって、うわ<ー>ってやってるわけでしょそうです。そうですね。 <laughs> もうね、ここからはねもう感動ストーリーでもう涙が止まんないですよもうど,どうですかでもそのお父様が削ってる板に乗ってるはすごくあのもう感謝の気持ちがすごく大きくてうんなんだろうなやっぱだからそういうすごくあの恵まれているとは思うんですよんそんなにこう裕福ではないですけどやっぱサーフィンの世界なんかだったらもう家族全員がサーファーで ちがシェイパーで、海の近くに住んでっていうのは、本当に理想な生活をしているのかなっていうのは思います。羨ましいですね。<laughs> 羨ましいな。あの。僕オーダーしたら、お父さん削ってくれるんですか。ぜひ。ちょっと安くなります。ぜひぜひ。まあ、じゃ、あまた、あの、<laughs> 楽屋で話しましょう。<laughs> 一緒にサーフィンしたいです。え、誰ですか。 あ、俺もしたい。一緒にしてくれるんですか一緒にしこの3人で。ぜひお願いします。あのね、え一つの番組できますね、これ。できますかねうわ音塾で。音塾で。音熟で。行きたいなー。音塾、ホーム。そうですね、千葉の音塾は、あの、北風の、北風とか北東の風がオフショアになるサーフポイントなので、この今の、10月から冬の時期に、 かけては本当にずっとお布施をなってビーチブレイクなんですけど本当にいろんなところにバンクがこうできてすごく楽しいです、はい、あそこは南ウネリですか南,南西ウネリとかそうですね基本的に常に波はあるのであそうなんですかはい、えー、あそこまた砂も砂浜がきれいで <laughs> 水もきれいです、ね、水もきれいで<ー>月の砂漠 月の砂漠です月の砂漠はい。月の砂漠。僕もね、えー、何度か行ったことあります。割と水もあったかくて。あったかいです、うん。あったかいです。ですよね。いいとこなんですよね。海くんも結構プライベートで、ピロ君の記憶にお邪魔して。<laughs> あ、そうなんですかはい。うん、あの、両親とも仲いいんで。えぇ、ー、<ー>あ、そうなんですよく行ってます、ね。は<ー>私が海外で、この間数週間前、 そうですね。私はいなかったんですけど。<laughs> でにいないじゃん、っていな。<laughs> ご飯でも食べてます <laughs> お父さんと飲んでましたもん。<laughs> <laughs> えー、いつかじゃあ私も御宿でお邪魔します。お待ちしてます。で、今、御宿の話が出ましたけど、えっ、ー、と、海さんは湘南、えー湘,南ね、湘南の平塚出身で、今も住んでます。あのー、 ひ平つ、僕あの、平つか入ったことないんですけど。平らつか塚は、結構ショートボードが多いイメージですかね。うん、で、結構地形も湘南の中で一番深くて、うん、割と一年通してできるかって言われるとそうでもないようなポイントです。小さい日は本当にフラットになっちゃうし、うん、できない日の方が多いかもしれない。うん。沼とかはできるけど、平塚つかはできない。うんうん でもあのうねりが入った時はすごいんですかすごいですもう海外みたいな惚れ方して湘南で多分一番惚れてるビーチブレイクだと思いますあそうなんですかへ、はい、え平、ー、塚入ったこかありますまだないんですヒロタンはないですねうんうんでもそのうねりが入った時はすごいっていうのは聞いてるわけですねいつも甲斐君のインスタとかを見てるので いい波乗ってるなと思ってます。うん。日差しだけど、そんなうねり台風うねりとか入ったらもう絶対無理だな僕。キャーって。ロングはきついです私も無理です。短いのだったらいけます。パドルアウトできないじゃん僕なんか。カブルはでも出やすいこうカレントがある場所があるんで、なんとか出れちゃうと思います。 出、出れ,れたらラッキー。出れ,れたらラッキー。出れたらラッキー。<laughs>